日皆様で一緒に話し合う僕の今日のトピックがですね、皆様見た方がねおればいいんですけども、愛は真実を喜ぶ、愛は不義を喜ばない、愛は真実を喜ぶ。ぜひですねこれに分かった人たち、そして僕たちのですね電話番号、 Gmail アドレス、そのすべてがですねこの下の概要欄の、下のスクリーンに皆様見えると思います。このすべてに皆様お問い合わせください。で、皆様と一緒に今日話し合いに来たことは、本当に愛は真実を喜ぶということは、愛は真実が愛です。なので愛は真実を喜びます。あなたの中で真実っていう意味は多分わかると思います。あなたに1コリントの信仰への手紙の13節の6章です。見てみましょう。不義を喜ばず真実を喜ぶ。はい、これです。今今日の僕のトピックだったのが、不義を喜ばず真実を喜ぶ。真実を喜ぶということは、愛はアガーペは、僕たちはこの2週間3週間にわたってくるこのアガーペは真実を喜びます。真実ということは、この世界の中に、この世界には真実というものがあります。今皆様と話しているこの真実、これぞ、これこそが真実です。で、皆様に今から見せたいことがあります。本当にこれをよく集中して、僕が今から皆様と話すことをよく集中して聞いてください。なぜかと、もし少しでもミスれば、あなたはこのすべての、僕が言ってるこのすべてのことをミスります。なので今から言うことをすべて取ってください。今から言う言葉をすべてちゃんと自分の霊に取ってください。まあ、ちゃんと聞いててください。真実を喜ぶ。皆様知っていますか？この世界には、この世界の中ではですね、この世界をコントロールしているのは大統領ではありません。誰かの国、何かの国をコントロールしているのはその大統領ではありません。大臣ではありません。その世界の、この国によるトップではありません。この世界をコントロールしているのは、またはこの国をコントロールしているのは、その大統領から、この総理大臣から上のレベルの人たちです。誰か今聞き逃しています。僕が今言ってること聞き逃してます。誰かが、この世界より、この世界の大統領、総理大臣より上にいる人たちが、この国、この世界を動かしています。誰か分かりました？その人たちは隠れ組織、それとも組織です。その人たちは、その人たちのことを僕たちはイルミナーティと言います。クラブオブローム、そしていろんな名前があります。イルミナーティ、このすべての人たちがこの世界を動かしています。このお金持ち集団、そしてお金がいっぱいある金持ちの集団、その人たちがすべてこの国など、この世界を動かしています。あなたはそこにいますか？皆さん、あなたはそこにいますか？その人たちがこのすべてを動かしています。このコロナをこの世界に送ったのもその人たちです。その人たちが、ということは、その人の上もいます。ということは、イルミナーティ、それとも、この隠れ組織の上にも、ある人がいます。その人がボスです、そのイルミナーティの、その隠れ組織の。それは悪魔、ルシファーと僕たちはいます。あなたは聞こえてますか？僕の声。よくこれを聞いてください。聞き逃さないでください。ぜひミスらないでください。今から皆様に話すこと。その悪魔が、その人たちにこういうことをしなさいと言っています。ということは、その隠れ組織が、この世界にこのコロナ、そしてこの世界にこの全てのことを送った人たちは、その人たちです。よく聞いてください。今皆様にバックグラウンドを作っています。よく聞いてください。聞き逃さないでください。このスマホを置いて、ぜひあなたがいる場所から立って、いろんなところに行かないでください。ぜひここに座って、立ってでもいいし、座ってでもいいし、何してでも、これをよく聞いてください。よく聞いてください。その人たちがこの世界を動かしています。そしてその人たちが今このコロナ、この世界が一番闇に落ちている、今私たちが見ているこの全てのことが出てきているのは、その人たちのせいです。その人たちが全てやっています。なので僕は一つ言います、あなたに。その人たちが作戦していることは、私たちは知らなければなりません。誰かミスりました。その人たちが作戦していることを、私たちは分からないといけません。誰かが分かりました。その人たちが作戦していることは、今でもあることを作戦しています。このコロナのことについて、11年前にその人たちが作戦したという証拠は、僕たちにはあります。このコロナについて、その人たちは何年もかけて作戦していました。この世界のこの全てについて、
このウイルスの拡大すべてについて、僕はそこに時間を取りたくないです。すぐ皆様に僕が、言いたいことを言いたいと思います。その人たちが作戦していることは、聖書によれば私たちはそれを知らなければなりません。ということは、私たちはそれを分からないといけません。神様の子供なら、今この世界でその人たちが作戦していることを私たちは後悔します。ということは、私たちはそれを外に出します。私たちはそれを皆様に教えます。そうすると悪魔のプラン、悪魔の作戦は崩れます。誰か分かりません、今僕が言ってること。聞いてますか？もしもし、 Hello、 聞いてますか？皆様に話しています。その人たちが作戦していることを僕たちは知らなければなりません。信じませんね。分かりました。皆様に見せていきたいと思います。エフェソの信仰への手紙の5章の、いますか、あなた、そこにいますか、スクリーンの前にいるあなたに話します。5章の11節、僕と一緒に読んでください。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。暗闇の技というのは、暗闇の人々たちが行っていることです。そのことを明るみに出してと言っています。ということは、それを晒して、ということは、それを公開してと言っています。だから、それに参加せず、その技を公開してください。人々に。なので、僕たちは、この相手では、この相手のズームミーティングは、私たちは、このすべて隠れ組織、ということは悪魔がやっている、この暗闇の技を、すべて僕たちは公開します。すべて僕たちはあなたに教えます。エフェソの信仰への手紙の5章の12節出してください。11、12出してください。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。このエフェソを隠す人から僕たちに言います。この隠れ組織、ということは悪魔がやっている、暗闇で悪魔がやっていることは、口にするのもめちゃくちゃ恥ずかしいです。なので、そのすべてを後悔しなさい。そのすべてを明るみに出しなさい。一つ言うんですけども、今僕が皆様と一緒に話していることには悪魔は嫌いです。今皆様に始める前に言いたいと思います。今皆様と話していることは悪魔は嫌いです。聞こえていますか？よく聞いてください。悪魔は今僕が皆様と一緒に話しているこの言葉に嫌いです。なので、いろんな邪魔をしてきます。なので、ぜひそれに気をつけてください。いろんな邪魔がかかります。誰かから呼ばれるかもしれません。誰かから何かされるかもしれません。何かメッセージの通知が出るかもしれません。誰かから電話がかかるかもしれません。ぜひこれに集中してください。すべて、しかしすべてのものは光にさらされて明らかにされます。ということは、今皆様と一緒に話しているこの言葉を、僕は光を皆様の前に持ってくると、このすべてが明らかになります。さらされます。ということは、すべてが公開されます。そうすると、悪魔の作戦は崩れます。誰かわかりました？なので、あなたはもし隠れ組織の、もし悪魔の秘密を、もしあなたは知っているなら、それを公開してください。それをいろんな人に言ってください。拡散してください。いろんな、拡大してください。それをウイルスみたいにいろんな人に言ってください。悪魔の作戦を。なぜかというと、その悪魔の作戦が崩れるからです。誰かわかりました？僕が言ったこと。僕はこれと同じようなことを話したいです。なぜかというと、僕たちのトピックだったのが、皆様見た人がおると思うんですけど、僕たちのトピックだったのが、愛は真実を喜ぶだからです。ということは、愛は真実です。なので、悪魔がやってるその不義、その全てを愛は明らかにします。愛は全てを見せてきます。そんな特徴があります。皆様聞こえていますか？皆様そこにいますか？ Hello、 聞こえていますか？皆さん、これはめちゃくちゃ大事になる言葉です。今から皆様と一緒に話し合うことは、ぜひこれを見てください。ぜひこれを皆様見逃さないでください。お願いします。そして、これがもう一つの真理です。今悪魔のこと、それが一つ目の真理。二つ目が、これは神様の真理です。誰かはミスりました。読んでください。使徒言行録2章の36です。お願いします。ごめんなさい。だから、イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。これはペトロがユダヤ人に言っています。これはペトロがユダヤ人に言っています。このペトロが言う言葉をよく見てください。このペトロは怒って言っています。ということは、そのユダヤ人が神様イエス・キリストを十字架につけました。そしてペトロが来て、お前たちはこのイエス・キリスト、神様の主、この神のメシアと言ってますね。またはメシアとなさったその人を、あなたたちは十字架につけた。あなたたちはそれをやったことは悪いと言っています。
そうしたらこうやって怒って言ってます。ペトロ怒って言ってます。あなたはそこにいますか？もしもし、ぜひミスらないでください。今から皆様と話すかを。ペトロが言っています。ペトロが人に怒っています。そうしたら次の37を読んでください。そうしたら人々はどうなったか。人々はこれを聞いて大いなる心を打たれ僕見てほしいところがここです。大いなる心を打たれました。ということはペトロが怒った瞬間、その人たちの心にはザクッと刺さりました。そのことが刺さりました。その人たちの中に心に刺さったと書かれてます。打たれたと。でその人たちはそれ心に打たれた時に、その人たちはペトロを殴りましたか。見てください、出してください。37番、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか。見てください、返事を見てください。あー、誰かいますか。あなたミスってます。誰かがミスってます。あなたはそこにいますか。ぜひ寝ずにこれを聞いてください。なぜかというとめちゃくちゃ大事です。心打たれた瞬間、その人たちの返事何でした。見てください、返事を。私たちはどうすればいいのですかと聞いた。ペトロがあんなに怒っているのに、ペトロと兄弟たちが全てその人たちに怒って、あなたたちは神様の子供であるイエス・キリスト、またはメシアを十字架につけた。それは悪いことだと。めっちゃ怒って言ってる時に、その人たちは心打たれました、もちろん。書かれてます。そして心打たれた時に、その人たちの返事だったのが、じゃあ、私たちはそれをしました。じゃあ、私たちはそれにどうすればいいんですかと聞いてます。一つ目の返事です。今から皆様に二つの返事を見せたいと思います。一つ目はいい返事。見てみましょう。二つ目の返事が。これも、イエス・キリストの証人、ステファノです。あなたはそこにいますか？あなたは家に帰りましたか？あなたはトイレに行きましたか？あなたはいますか？見てますか？これを。あなたに話してます。スクリーンに参るようにあなたに話します。いますか？あなたは。これはステファノという神様イエス・キリストの弟子である、一番初めての弟子の中で一番初めての証人です。ステファノ。ステファノがある神様の、これもユダヤ人です。ユダヤ人に話してます。話してるときに、あなたたちは聖霊に逆らっている。あなたたちは聖霊に逆らっている。聖霊に逆らったことをしている。あなたたちは昔のように、僕のおじいちゃん、おじいちゃん、僕のお父さん、すべてがこういうふうにやったから私も僕もこうやってやる。すべてが文化になっている。あなたたちは聖霊に逆らっている。イエス・キリストは来て、あなたたちのために死んで、生き返った。こんなことを言ってくるときに、ステファノがこんなことを言います。それは、使徒言行6の7章の51。7の51見てください。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち。ステファノがどうやってその人たちのことを呼ぶんでしょうか。見えましたか？人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのですか？そうしているのです。あなたたちは精霊様に逆らっていると、ステファノは怒ってその写真に言っています。これも神様の子供です。これも神様の子供たちです。ユダヤ人。その写真に言ってます、ステファノが。じゃあ、この人たちの返事を見てみましょう。僕は時間をあまり使いたくないので、使徒言行録の7節の54。人々はこれを聞いて、激しく怒り、ステファノに向かって、歯ぎしりした。見てください、返事を。ミスってほしくないです。今から皆様と話し合うこと。あなたはそこにいますか？ぜひ手を挙げて、僕に知らせてください。なぜかというと、僕には、あなたの皆様の声を、皆様を見えます。これぜひ見てください。これめちゃくちゃ大事なポイントです。ここ見せたら全て終わりです。一番初めての返事は、ペトロと兄弟たちに返事は、じゃあ分かった。私たちはどうすればいいのですか？でもステファノには、人々は怒り、歯ぎしりした。こんな感じ。こんな感じでステファノの方を見て。あと読んでください。時間を あまり使いたくないので、読んでください。ステファノに向かって走り、石を持ってステファノに向かって走り、ステファノに石を投げて殺しました。
これが一番初めてのイエス・キリストの証人です。今皆様と一緒に見てほしいことは、あなたはそこにいますか？今皆様と一緒に見てほしいことは、ステファノが真実を、待ってください。今日の僕たちのトピックだったのが、愛は真実を喜ぶ。OK ですか？聞こえてますよね？ステファノとペトロの真実の持ち方です。ということは、まずペトロが真実を持ってきた時に、人々はそれを理解して、心に刺さりました。この人たちもそうです。心に刺さりました。ペトロが持ってきた時に人々の中に、それはすぐザクって刺さりました。刺さった瞬間、その人たちは聞きました。わかった。じゃあ私たちはどうすればいいのですか？それって聞いた時に、その人たちは教えました。こうしなさいと。その人たちの心に刺さりました。でもその人たちは聞きました。わかりました。じゃあ私たちはどうすればいいのですか？兄弟たち。でもステファノの時は、それは心に刺さり、怒りで歯ぎしりして、ステファノを殺しました。誰かわかりました、僕が言ったこと。なので、真実をあなたの前に持ってくると、あなたの前に真実を持ってきたときに、あなたは歯ぎしりして怒りを持って、その人を殺しにかかってはいけません。あなたはそれを理解して、あなたはわかりました。じゃあ、どうすればいいのですかと聞いてください。それがいい返事です。なぜかというと、真実はチョコレートではありません。真実は甘くないです。真実は苦しいです。真実は甘くないです。寝ている人たち起きてください。今あなたと秘密を共有しています。今あなたと深いことを共有しています。あなたが寝てたらあなたはこれを聞き逃します。もちろん。真実をあなたの前に持ってきたときに、それは甘くないです。それはきついです。それは難しいです。その真実が出てきたとき、あなたの周りにいる人が見えているのは、わかりました。ズームにいる人々たち、すべてあなたの周りにいる人を見てください。あなたの周りを見てください。あなたの周りを見てください。ぜひ見てください。あなたの周りを。あなたに周りには誰かがいるかもしれません。いなければ、物を見てください。何か物でもいいし、誰かを見てください。その人を見たときに、よくこれを聞いてください。その人を見たときに、その人は、なんであなたに見えますか？もちろんあなたには目があるから。その人は光の中にいるからではありません。あなたのこの目が、その光をキャッチしてるからです。誰か見せりました。その人、それともまたは物、何かが見えるのは、あなたの目はその光を奪ってるからです。あなたの光はそれをキャッチしてるからです。あなたの目はその光をキャッチしてるからです。あなたがいる場所を暗闇にしてみてください。暗闇にしてみてください。暗くしてください。暗くして、めちゃくちゃ暗くして、真っ暗にして、暗黒ぐらいの、真っ暗にしてみてください。そうすれば、あなたにはその人を見ることはできません。なぜなら、あなたの目は光をキャッチすることはできないから。光をキャッチしないからです。誰かわかりました。光があるからあなたには人を見ることができます。誰かわかりました。あなたの目は光をキャッチするから、あなたの目は光をキャッチするから人を、または物を見ることができます。それと同じように真実を光と例えると、ということは真実が光なら、光を持ってくると人々たちの前に、その人の汚い場所、その人の悪い場所、その人の良くないところが、その人に見え始めます。日本語がわかる、日本語が喋れる人に話しています。真実を前に持ってきたときに、何が真実かというと、何があなたの真実かというと、これです。これがあなたの真実です。これをあなたの前に持ってきたときに、あなたの汚いところ、あなたの悪いところ、あなたの良くないところが、この光からあなたを見ることができます。または、これはあなたの鏡になります。これを持ってきたときに、あなたはあなたを見えます。これを読んでみるときに、おお、私のここが悪い。おお、私のここが良くない。私はこれをしないといけない。私はこれに力を加えないといけない。例えば、愛は忍耐強い。私は忍耐強くない。私はすぐ怒る。苛立つ。私には。私はすぐ苛立つ。ああ、そこをあなたは直さないといけません。だから言いました。光または鏡、この聖書をあなたの前に持ってくると、神様の言葉をあなたの前に持ってくると、あなたの汚い場所、あなたの良くない場所、あなたが
治らないといけない場所があなたに見えます。イエス・キリストの言葉は剣みたいです。めちゃくちゃ刺さります。心の中に刺さるというか、刺さってもうめちゃくちゃいきます。なのでイエス・キリストの言葉を話すときにはチョコレートではありません。甘くないです。なぜかというと、これは真実だからです。なので真実があなたの前に来たときに、あなたは心を打たれます。あなたは心を刺されます。あなたは心をザクと刺されます。でも今皆様に紹介したその2つの返事で、どちらの返事であなたはその言葉に返事をあげますか？あなたは歯ぎしりして怒りを持って返事しますか？それともあなたは、わかりました、私たちはじゃあどうすればいいのでしょうかと、そういう返事をあなたはあげますか？二つの返事、二つの真実、すべて聖霊様があなたに話します。僕の力、僕の才能、僕の知恵、僕のすべて何もかもないです。僕は何も知りません。僕は何も知りません。アリみたいな頭、僕の頭です。神様の知恵と神様の知識と僕の知識を比べてみたら、比べるほどでもありません。僕が話してるわけではありません。完璧聖霊様があなたに話してると僕は信じます。あなたはそれを聖霊様が話してると思うと僕は信じます。聖霊様が話すときに甘くないです。聖霊様が話すときに、あなたの体に、あなたの体はそれを否定します。あなたの体はそれに嫌いです。甘くないです。めちゃくちゃザクと刺さります。ザクと刺さります。それが光です、または鏡です。本当の自分を分かることができます。その時に多くの人は歯ぎしりして怒りを持って、もう無理だ、これは違う、これは聖霊様じゃない、これはイエス・キリストじゃない、これは神様の言葉じゃないと言います。イエス・キリストは、もしイエス・キリストが今あなたに話しているなら、こんな感じで話しません。めちゃくちゃきつく、めちゃくちゃ怒りを持って話します。神様の言葉は僕たちが思っているような甘いチョコレートではありません。甘いスナックではありません。甘いお菓子ではありません。めちゃくちゃまずいです。食べてからお腹の中でダイジェストするときに、神様の言葉は、その後にあなたは結果を楽しめます。誰かミスった。食べるときはめちゃくちゃまずい。でもダイジェストして、あなたにそれでプロテイン、あなたにそれで力が来るときには、あなたにわかります。なので僕は言ってます、あなたに。なので、ズームの人いる人たちに言っています。これを聞いて、分かって、それだけで止まらないでください。これを行ってください。誰かミスってます。もうすでにミスってます。取ってますか、誰か。僕と一緒にいますか、誰か。二つの真実です。一つ目の真実は、悪魔がこの世界をやっている、この全てを僕たちは後悔します。僕たちはそれを皆様に教えます。悪魔の作戦を教えます。そしてまた次の作戦に行くときも、またその次の作戦も皆様に教えます。またその次の次の作戦に行くときも、僕たちはその次の次の作戦も教えます。悪魔より僕たちには力があります。まだ。悪魔より私たちには力があります。誰か聞いてますか、僕の声。誰か聞いてますか、聖霊様の声を。誰か聖霊様の声を聞いてますか。それが一つ目の真実。二つ目の真実が、神様の真実。神様の真実をあなたの前に持ってきたときに、あなたの人生に関わります。その神様の真実は、あなたの人生が変わるか変わらないかはあなたが決めます。なぜかというと、あなたには、あなたの手に選択肢があるから。あなたはこれを聞いて、あなたは今僕が言ってることを聞いて、やれば、あなたは成功します。100%。これがゴールです。でもあなたはやらず、あなたは普通にベッドで寝てるなら、普通にあなたは何かを見てるなら、普通に何かあなたは携帯を見てるなら、普通に何かあなたはスクリーンを見てるなら、あなたは変わりません。その変わった人たちだけが有頂天に行きます。わかります。今僕が皆様と一緒に話している言葉、今皆様に話している言葉はまずいです。難しいです。きついです。甘くないです。聖霊様が完璧に話します。誰かいますか、僕と一緒に。誰かいますか、僕と一緒に。真実を皆様に話してます。だから聖書で言います。真実はあなたを自由にします。甘いものはあなたを自由にしません。真実こそがあなたを自由にします。誰が取ってますか、これをあなたの霊に。もちろん今あなたの中によるその聖霊様があなたに教えています。もちろん今僕の中による聖霊が僕に教えたみたいに、僕にこのことを教えたみたいに、あなたの中による聖霊が、僕と一緒の聖霊があなたの中にいるから、あなたの中にいる聖霊があなたに教えてます。聞いてください、その声を、聖霊様の声を。